まだ茎になってないでしょ。また春菊を食べたがるよね。すごいよ。やっぱね、うちの料理は豪快ですよ。春菊はサッとでいいでしょ。サイズとそれにしても辛さが良くなくね。春菊のおひたし出来上がり。砂糖、砂糖少々。大体、大体、大体がいいじゃん。で、醤油が大体これ何作ってるの。お前、お前、お前も美味しいんだよ。これが入るとお前が苦しくない。前だ。美味しい。はい、こっちがね、ごま和えだね。おひたし、かつお節、両方とも春菊。これは間違いなくうまいですよ。